次にセットアップですこのように飛球とまっすぐに重なっています今でこのように後ろから見るとこのように飛球線と重なっているのですが上から見るとこのような状態に見えますなんでかというとこの地面の実際のまっすぐとクラブの弾道が飛んでいくまっすぐの方向にはまあ、一応隔たりがありますのでこのように少し 右に飛んでいくような形というか、右に向いているような形になります。ですから、セットアップの時に、あまりこのフェースの向きをまっすぐに合わせようとしすぎると、このように左を向いてしまって構えている場合がありますので、実際は少し右を向くぐらいの感じ、もしくは右に飛んでしまうような感じのセットが、本来は飛球線に、この地面に対しての線に合わせるならば、一応スクエアということになります。この度合いはロフトが 上上がっててを向向向けばくくほどすすごく右ににい,いるような形にな形ります逆にドライバーなんかは地面に出だしが低く近くなりますのでこのように線と重なるのですがロフトといってクラブの向きが上を向けば向くほどこのように右に出ているイメージの差が出ますのでこの辺を構えるときに気をつけていただければフェースの向きも少しあまりこのように構えずにまっすぐはこのぐらいなんだというようなイメージで構えられるのではないかなと思いますので注意して構えてみてください。 いつも動画を見ていただきありがとうございますチャンネル登録、評価、えー、お願いしますゴルフでわからないことは下のコメント欄に書いていただけると、えー、動画でアップしたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたします